はいいいつも動画をご覧いただきましてありがとうございます今日はですね、あの私の移住先っていうのが決まったので、えー、その動画になりますね。はい、えー、今年の1月の20日ですね、にマレーシア移住を終了して、えー、その際にちょっとね、あの関係者の方にはいろいろ少し心配をかけてしまいました、すみません。でそれででそれすね、えー、まあ 1>, 1月の20日にマレーシアを出国して、まあ、今ベトナムの方に来ているという状態ですねでそれから予定としてはベトナムの南北旅それからラオスのルアンパバーそれからタイを縦断してそれからマレーシアに戻る予定だったんですねただねあのやはりこのベトナムに来て、まあ、最初にねあのメコン川の旅行をしたんですけども その時ぐらいから、ですね、もうあのまあ、このベトナムのなじみの人たちです、ね、と話しているうちにです、ね、仕事の話だとかです、ね、いろいろお話しいただくことがありましてで、まあ、その後に予定していた先ほどちょっとお伝えした旅なんかも全部中止になってしまって、まあ、そのまま今回、えー、移住をするという形になりましたね。 まあちょっとね仕事の関係の話とかはまあちょっとプライベートになるんでそこはちょっとお話できないんですけども、まあ、こういった形でですねベトナムにに残るという形になりましたで今回ベトナムに移住する理由っていうのがいくつかありまして、まあ、過去にねあの2年3ヶ月ぐらいこのベトナムの方には移住してるんですけどもなんでその再移住っていうのをしようという思ったかっていうのをですねお伝えすると。 あとまあ最初の移住からちょっと4年ぐらい経ってるんですけども、さっきさっきもちょっとお伝えしたんですが、あの現地の皆さんがとても親切だってことですね。はい。あとまあ、えー、こちらも物価が安いっていうことと、あとまあお話仕事のお話をもらってあのビザの問題ですね。こちらがもうクリアになったっていうことですね。そして最後あのまあこのままですねあのやはり。 まあ、いろんな国、もう国関係ないですけどもあのこのままあのやはりあの、まあ、会社員で働いてもですね老後の収入とかちょっと心配なんかあったんで、まあ、ここでですね今まあ49歳なんですけども今の段階からちょっと、えー、自営業で老後に向けたですね自営業というのができればいいかなと思ってここで思い切ったという形になっております。はい えー、4年前のこのベトナム移住の際はですね自分がののこの海外生活とかベトナムでの生活っていうのが初めてだったのでベトナムのことを知ることが中心であの生活してたんですね。ですのでまあほとんどのことも知ってしまったとまあ、あの通常の日本人とか知りえないし情報も知ってたしあとまあ 地元のベトナム人よりあのベトナムのこと知ってんじゃないかなというところまで踏み込んでたんでもうやることなかったんですねただですね、まあ、今回まあちょっとまあ戻ってきて思ったのはやはりそのベトナムを知るっていうことからまた次のステップの方に移って、まあ、これから移住してでそれからベトナムのことを発信するっていうことをテーマに過ごしていこうかなと思っています。 まあ具体的にどういったことかっていうとベトナムの観光地それからベトナムのグルメベトナムの人の特徴あとベトナムの文化ですねこういった内容をこのブログとか動画の方で皆さんにお伝えできればいいかなと思ってます。で個人的にはこのののベトナムの移住も決ままりだしたた、で、毎日あのまた ベトナム語の勉強も始めてていいこうかなと思ってます、はい、今までねあの、まあ、最初のベトナムの移住もそうだったんですけどもマレーシアの移住の時もそうなんですけどもあのその現地の言葉っていうのは一切あの学んだことないんですね。っていうのがやはりいろんな国への移住っていうのを考えてたので、えーまあ、その地域の言葉とか覚えてもあんまり意味がないかなと思ってはい。 えー、ここは避けてたところなんですけども、今後ちょっとね。自営業っていう形で、もうベトナムの方にずっといるという形になると思うんでですね。今回はもう今回からもベトナムのこと、言葉をちょっと覚えていこうかなと思います。はい、主に南部ですね。南部の言葉を覚えていこうと思ってます。まあ、その方法としては、あのハロートークアプリですね。で、こちらでベトナム語の単語を学ぶっていうのと。 あとできる限り毎日です、ね、日本語字幕それからベトナム語音声でドラマまたは映画を最低1本見るということをやっていきたいと思いますそれからあと、えー、生活言語ですねであの、まあえー、英語を日本語と英語を禁止して、えー、ベトナム人に対してはベトナム語を使用するっていうのを、ね、徹底していこうかなと思ってます。 あと読み書きっていうのはちょっと私には必要ないかなと思うんで会話に集中してここを覚えていければいいかなと思ってます。ねえー、それではあのーまあ、この初のね現地言語を覚えることになるのでそこはもう楽しみですね。でまあ、それではですねこのまままた引き続き東南アジアの旅は続けていきますのでこれからもどうぞよろしくお願いします。ね あのまたラオスとかですね行きたいんでタイとかもねまだ行ってないとこいっぱいあるんで楽しみですあとフィリピンですねフィリピン行きたいっすねはいうんお楽しみにしておいてくださいまだねあの落ち着くまでは多分ベトナムの方にまだいると思うんではいしばらくはベトナムの旅っていうのを出していくと思いますそれではですねまた何かありましたら動画にしますよろしくお願いしますバイバーイ